今日の給食はご飯、お味噌汁、鶏肉のコーンマヨ焼き、それからブロッコリーが添えてあります。デザートはオレンジ、そして春雨のソテーになってます。すごいね、今日ね、お味噌汁すごいいい匂いなんですよ。さあ、それではいただきます。さあ、今日はね、ナスと玉ねぎのお味噌汁ですよ。すごい今日なんか出汁の匂いが、うん、美味しい。ナスのお味噌汁、皆さんどうですか？私大好きです。美味しい、柔らかくて、うん、とろとろ、うん、美味しい。ご飯も、そして子供たちも大好きなコーンがたっぷり乗っているコーンマヨ焼きね。もうマヨネーズとコーンは最高なコンビですね。うん、鶏肉も柔らかい、本当に美味しい。春雨のソテー、いろいろお野菜入ってますよ。小松菜かな、小松菜と人参と玉ねぎとあとツナね。で、春雨です。もうツナって万能じゃないですか。ツナね、サラダはもちろんですけど、こういうね、和え物とか炒め物とかそういうのにもね、ツナ入れるとこうなんか味もね、染みて美味しいですよね、出て。うん、チュルチュルお野菜もたっぷりで、うん、美味しい。ブロッコリーも2つ添えてあります。ちっちゃい一口サイズ、うん、美味しい。茎がね、ちょっと歯ごたえあって、上はふわふわうん、食べちゃった。さあ、コーン、じゃーん、ほら、マヨネーズもたっぷり。うん、うん、プチプチ、コーンがね、コーン、トウモロコシも美味しい季節になりましたよね。うん、うん、ご飯もふっくら、うん、うん、なお茄子がとろとろです美味しい。ナスも美味しいですよね。今お野菜でも高いからね、こうやって給食でいっぱい食べて幸せです。うん、マヨネーズが、わ、なんか酸味はない。マヨネーズ焼かれてるからかな。うん、何も後引く美味しさコーンとマヨネーズで、
おいしい。今日もすごくムシムシして暑かったです。日差しはそれほどでもなかったんですけど、でもやっぱりね、ムシッとしますよね。シャキシャキ、小松菜の茎のところかな、あと玉ねぎとシャキシャキします。よいしょ。うん、味がいい。うん、どんどん進んじゃいますね。うん、うん、さあ、あとご飯と、うん、コーンもたっぷりのせよう。こぼれちゃってる。はい、うん、おいしい。白ご飯に合う。うん。あと、あ、めちゃする。ナスも。入ってましたよ。うん、うん、美味しかった。じゃあ次、今日はオレンジです。ちゃんと見てください。皮もね、こういう風に半分こういう風にカットされてて、子供がこうやって食べやすいようになってます。やっぱりみずみずしい。酸っぱくないし、甘い。美味しい。これこぼれちゃうのもったいないですよね。うん。うん。うん。さ、美味しかったー。さ、ご飯も、お味噌汁も、春雨のソテーも、鶏肉のコーンマヨ焼きもオレンジも、もうあっという間に完食です。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。